美味しいです。美味しい。あやった。新規の장민です。今日のテーマは次に行こう。私はアイスよりラーメンがごと好きです。ダメです。いっぱいです。なんで太んないのかな、こんだけ食べたら。なんで太んないんでしょうね。それは私も知らないです。私の魅力だと思います。おー、言うね。現場を見てます、はい、今までで一番たくさん食べた記録っていうか何か分かりやすいものあります？もうなんかデビューした前でちょっと一日する前で1日で8食、はい、デビュー前1日8食食べてた。はい、私ですか。大丈夫です。時、うん、ずっと8食、発色も何を食べるんですか。今も食べてるけど。まあ特にはないんですけども、うん、ご飯も食べてもうちょっとおしたら、デザートで、うん、ラーメンとか。デザートでラーメン。ご飯だよ。チャミン君はデザートがラーメンです。そうなんだ。いただきます。はい。すごいドキドキする。あ、まずご飯が。俺逆だわ。なるほどね。このご飯いきまして。自分のペースで食べたらいいよ。うん、ご飯行って何杯行き。ご飯行って何杯行って。これはもうちょっと。はい、なんで笑ってます。本当に普通。何もしてないのにな。ちんちゃ悪くないのに。僕たちが単純にもっと考えたら、うん、もっとあったとあれ。ということは、うん、まあまあまだわかんない、まだわかんないよ。はい、いいですよ。はい。あ、なんでずっと笑ってない。大丈夫、気にしなくていい、気にしなくていい、気にしなくていい。大丈夫です。庶民何も悪くない。何も悪くない。現場を食べちゃった。そうね。はい。そして食べまして。で味噌汁。かき混ぜといて。うまい。こういう雰囲気嫌です。
確かにそうだよね、よね、こんな状況でご飯食べないもんね。最後に人参。なるほど、はい、あー、あー、ここはここバスケットしに来るのじゃないです。シャブ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 のためにこの場に立つのはバスケットのためではない、飛騨牛のためだ。なるほど、さあ飛騨牛が見えてくるのか、あの霜降りが目の前に。さあリードされた嫌なムードを変えたい東方神起、メンバーの期待にチャンミンは応えられるのか。さあチャンミン行きましょう。はい、チャンミン、スラックスラックいった。リングでシャブシャブが見えました。全部食べちゃって、あと7分でうどん麺を入れて。本当早いですね。いや本当にその達成感は、いや言えないですね。言えないことを確かにしてるんで、幸せです。